ロテ・ド・ロアンは、ブルボン朝末期フランスの貴族女性。フランス革命後、王家分ブブルボン・コンデ家の次期後継者だった、アンギャン公爵の妾となり、秘密結婚したとされる。ロシュフォール公、シャルル・ジュール・アルマンド・ロアンとその妻のマリー・アンリエット、ドルレアン・ロトランの間の、第三次、長女。先例の第父はジョージのルイル・ネ・エドアールド、ロアン・スー・キ教。 上流貴族の娘が入るパントモン修道院に預けられて教育を受けた。1788年、一族の重鎮マルサン夫人を及び中ポルトガル大使、ボンベル公爵の紹介で、ポルトガル最高位の貴族、第五代カダバル公爵ミゲル・アルバレス・ペレーラ・デメロトの縁談が舞い込むが、外国生活を嫌って、これを拒んだ。フランス革命が起きると、父と共に、 ドイツのボルムスに、ついで、エッテンハイムに避難した。同じくエッテンハイムで、亡命生活を送る王族のアンギャン公類と、恋仲になったが、エミグレ軍の一つ、コンデ軍を指揮するアンギャン公の祖父のコンデ公は、孫を外国王室と、縁組させることで外国からの軍事的、経済的支援を得ようと考えており、シャルロットとの結婚を許さなかった。 1801年のリュネビルの和訳締結に伴い、コンデ軍を含むエミグレ軍が解散し、ソフコンデ公がロンドンに亡命した際、アンギャン公はシャルロットの住むエッテンハイムに泊まった。1803年11月シャルロットとアンギャン公は秘密裏に結婚したとされるが、婚姻を証拠立てる公文書は一切存在しない。また、アンギャン公の父ブルボン公爵とソフコンデ公は、 アンギャン公の秘密結婚の噂を全く信じなかった。アンギャン公は1804年3月15日、国境侵犯してエッテンハイムを襲ったフランス共和国政府の憲兵隊に逮捕、拉致され、冤罪を着せられ、3月21日バンセンヌ城で銃殺刑に処された。シャルロットはスウェーデン王、グスタフ・アドルフに陳情し、中仏スウェーデン大使館を通じて、 公爵の死の詳細を聞き出した。その後、ハンガリーに移住、王政復古後の1816年フランスに帰国し、1841年に死んだ。ありがとうございます。